キリト、これから時間ある？それもそうだけど、もっと時間がかかるかも。何しろこれからレラチオン鉱石を取りに行こうって言うんだから。秘伝の書を隅々まで読み込んだら書いてあったの。80層のダンジョンで1ヶ月に1回出るレアなボスモンスターからドロップされるみたい。一緒に来てくれる？
私が現実で飼ってる猫と同じ名前なんです。猫のピナも私の肩に乗るのが好きだったから、こっちのピナが私の肩に乗ってくれた時は嬉しかったな。このお方、あ、私のことですか？いいえ、そちらの黒い方のことです。そう、あなたです。あなたに災いが近づいています。も
しかすると向こうの世界で本当に占い師だった方かもしれないですね。あなたにとって今日ほど不幸な日はないかもしれません。方法が一つだけあります。それは顔じゃないみたいだけど、キリトさんが占い師さんに今日は不幸な日になるって言われたんですよ。しかも不幸を避ける方法はただ一つ、それは女の子とできるだけそばにいることって言われちゃって。こうしてできるだけそばにいるようにしてるんです。こうやってペタッと。なるほどね。それならさ、シリカだけよりもっと多くの女の子でくっついた方がいいんじゃない？しなさいよ。厄払いに協力してあげるわ。リードさん、くっつきすぎですよ。あんたがペタッとするんだって言ったんでしょうが。女の子と密着していないと不幸になるんだって。何それ、キリト君、いやらしい。占い師さんに言われたの。こうしないと災いが起こるって。そういうことか。
か。それじゃあ、私も力になるよ。こら、定員オーバーよ。私とシリカの二人でもう十分でしょ。備えあればです。キリト君が不幸になったら困るじゃないですか。もう言わなくても分かってるよ。ちょっとあんた、自分から押し付けてるの？言わないでください。キリト君とくっつこうと思ったら仕方ないんだもん。胸がそんなにないからこそ密着できるってことはありますよね。お店を間違えたみたいね。一応聞いてあげる。それってもしかして商業区をうろついてる占い師？まぐれで当たった相手に幸運グッズを押し付けるんだって。そんな。それよりもキリト、よければ私があんたを占ってあげましょうか。任せて。もうすぐキリトに災いが降りかかる。あ、シノノ、キリト君見なかった？あ、やば。キリトなら、そこの女子の塊の中にいるわよ。女子の塊？キリト君？何やってるの？
いけない、お店に戻らないと。キリト、アスナ、またね。そう、私も買い物に行くところだったんだ。それじゃあまた。あ、ピナを散歩に連れて行かなきゃ。キリト君、何してたのかな。じっくり話を聞かせてもらいましょうか。ほらね、不幸になったでしょ。